はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、モチュールオーテック GTR スーパー GT 2017年カラーです。はい、シールを貼る前はこんな感じのデザインになってます。もう初めからこうやってたくさんのプリントがされてあるね。で、シールはこんなたくさんあります。すごい細かいよね。じゃあ一気に貼ってみたいと思います。せーの。はい、シール貼り終わりました。全部でシール40枚ぐらいあったね。じゃあ全体的にちょっと見ていきます。基本のベースカラーはレッドのソリッドだね。で、正面から見るとモチュールとかオーテックっていうのがプリントされてるね。で、フロントガラスのところは日産ってこうあるけど、これはシールになってます。で、ルーフの部分のモチュールとかこの辺はプリントされてたね。で、横から見るとこんな感じです。モチュール、オーテック、ニスモっていうのがプリントされてたね。で、後ろの方から見ると、で、後ろの方はこんな感じです。テールランプも塗装されてるね。で、反対側はこんな感じだね。ここは給油口なのかな。あ、これは運転席に誰か乗ってるね。ちょっと見づらいけど、運転席にオレンジ色のフィギュアが乗ってるね。これカメラで映るのかな。で、ちゃんとヘルメットかぶったレーサーが乗ってます。オレンジ色のカラーだね。で、ちゃんとハンドルを手で持ってるね。で、助手席には誰も乗ってないね。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、ここのタイヤのところにもミシュランのシールが貼られてあるね。で、ドアとかは開いたりはしないです。で、すごいレーシングカーらしくてボディの形がかっこいいね。すごく凹凸がしっかりあります。で、後ろの車種を見ると、日産 GTR レーシングナンバー50番の2008年の車種になってるね。はい、こんな感じで3台並べてみました。で、一番左のこのモデルが2016年のモデルです。で、こっち側が2009年の株主優待のモデルだね。で、真ん中のモデルが今回の2017年モデルになります。こうやって見たらどれもかっこいいね。個人的にはこの2016年モデルがカラーリングとか塗り分けされててかっこよかったかな。で、今このモデルを手に入れようとしたらオークションだね。メルカリとかヤフオクで手に入れるしかないかなと思います。で、発売された直後はこの2016年も2017年もオークションだと5000円ぐらいしてたよね。だけど今価格も落ち着いてきて、まあ、2500円から3000円ぐらいで買えるかなと思います。で、定価はこの2つのモデルはそれぞれ1800円だったね。はい、今日はモチュールオーテック GTRスーパー GT 2017年から来てみました。で、これ以前発売された時オンラインショップで買ってたけど、シールがすごい細かくて大変かなと思ってずっと開封せずにそのままになってました。でも、こうやってシール貼ってみるとかっこいいね。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。